全長がだいたい10メーターぐらいありますね。デッキもすごく広いです。春もすごく綺麗に磨かれております。ガンネルも問題なしです。ちょこちょこっとしたね、傷だとかシールの剥がれなんかはありますけどね。ずっとサイドデッキを歩いていきます。だいたいこの幅がね、28センチから32、3センチですね。だいたい人がこう通れるスペースです。高さがだいたい60センチから65センチぐらいでしょうか。後ろはこんな感じ。こういうのも貼ってね、デッキの上もすごく綺麗です。一つもね、モコモコするところはありません。ここの上がすごく広いんですよ。ここでのキャスティングも全然 OK ですね。バウレールのぐらつきもありません。よいしょ。これがアンカーウィンチ。もともとはね、この辺にあったはずなんですけどね、これをここに移設されております。なんか操船するときにね、ここにあったら前が見えずにね、邪魔になったそうです。ハッチはこのように開閉します。中はこのぐらい大きなスペース。左舷側はこんな感じです。はい、こちらがアフトデッキです。プールサイド用のシートを貼り付けてあります。素足でもね、歩けるような柔らかさです。だけどね、デッキの上はね、すごく頑丈です。一つもね、モコモコしてるところはありません。ここが、シリンダー鍛冶室ですね。鍛冶もね、こういうところのね、錆はあるけど、これは鉄だからしょうがないんです。こんな風になります。ここにペラだとかの点検口があります。ここはね、物入れです。ここに配管がずっと通ってるんですね。ここはポリタンクがね、たくさん入ります。1、2、3、4つ、5つぐらいは入るんでしょうか。奥までありますからね。お、ハッチは重たい。中は結構綺麗ですね。でね、ハッチが重たいからね、よいしょ、ここにね、小さいね、このハッチを追加で付けられております。開閉も問題なしです。がっちり閉まります。よいしょ。そしてね、オーニングがあるみたいです。ただね、現在はキャスティングをするのでね、邪魔になるから外してるということです。このポンプもね、つけてくれるんですけど、ここのコンセントがここですね。キャビンの中のここから、ここにメインスイッチがあるんだ。そしてここに、電源をつけてもらえれば使用できるということです。それではね、キャビンの中を覗いてみましょう。扉の開閉も問題なしですね。はい、キャビンの中はこんな感じです。天井も綺麗です。床にはカーペットが敷いてあります。ちょっと剥がしてみましょうか。ここがね、前カーペットに糊がついてて、この糊の跡がありますけど、まあね、取れると思います。ここに点検口があるんですけどね、オーナーは内装屋さんだけに部屋の中はすごく綺麗にされております。
ここにオートパイロット、リモコン、これ家事リモコンです。ヒーターがここにありますね。このヒーターはここからバーッと出るようになります。この椅子もね、交換されてるみたいです。張り替えられてるみたいですね。ここにはアクセサリーのスイッチ類。で、ここにインバーターがセットされております。窓の開閉もスムーズ。左舷側もスムーズです。ここはね、物入れになってます。こうやってパコッとこうマグネットで閉じるようになっております。こちらもです。ここにはホンデックスの GPS 魚探。これがこのようになりますから、外でね、釣りをしながらモニターを確認することができます。そしてここがメーター類ですね。現在のアワーメーター2170時間です。今のオーナーは1000時間の時にこの船を購入されたそうですが、前のオーナーはほとんど乗らなかったそうです。コーデンのマリンレーダーと、ホンデックスの GPS 魚探がセットされております。ここにはね、ヘディングセンサー、ここについてます。そしてこのカーテンの奥が、バウバースとなっております。壁にはね、この辺にカビだとか発生してますけどね。そんなひどいものじゃありません。ハッチの開閉も問題なしです。こんな感じです。ここに電子レンジがセットされております。下にはマリントイレ、電動ですね。去年取り付けられたんですけど、一回もまだ使ってないそうです。もうまだカバーもかかったままですね。ここの下はこんな感じです。ジャケット類がセットされております。それではね、エンジンルーム覗いてみましょう。ここからと、ここからね、中に入ることができます。綺麗にされております。全然ね、オイル汚れとかがありません。見てください、この下。ヤマハの MD386KUH というエンジンです。最大馬力230馬力。この辺のね、オイルエレメントにも日付が書いてあります。現在はね、まだね、2170時間しか走ってないようですね。それだけにすごく綺麗です。シャフトも問題なし。奥はこんな感じ。マリンギアのオイルクーラーを2年ほど前に交換されたと聞いております。エキゾーストパイプは昨年の8月に交換されております。ただね、エンジンルームがすごくね、狭いんですよ。作業するにはね、ちょっとね、一苦労っていうところも、エンジニアさん泣かせのところもありますけどもですね。インペラは6月に交換されております。ベルト類はね、昨年の8月に交換されたというふうに聞いております。奥はこんな感じ。だいたいオイルはね、160時間から180時間で交換されていると聞いております。その時にね、エレメント類すべて交換されるそうです。あ、そしてね、和光図の添加剤もね、毎回2本ずつ入れてるというふうに聞いております。大事にされてらっしゃいますね。燃料フィルターはすごく大きいのを取り付けられております。
ぐらいですね。